たまには息抜き、ということで今回はバグ空間からの帰還というネタをやります。所持金十分、バッジもコンプリートしてるデータです。手持ちには空を飛ぶ要員も確保。とりあえず、空を飛ぶがあればバグマップでもなんとかなるだろ、という慢心。道具の10番目でセレクトを押して戦闘を始めてみましょう。10番目セレクト、一体何が起きるでしょう？ひょっとしたら経験したことのある人もいるかも。今回のバグの目撃者は？ポッポくんでした。特に戦闘は行わず、ポケモンの入れ替えをします。謎の草、君に決め。なんだこのおっさん。セレクトバグあるあるその1。手持ちが謎のおっさんになる。あ。セレクトバグあるあるその2。戦闘後に謎空間に放り出される。しゃあない、空を飛ぶで脱出だ。あれ？セレクトバグあるあるその3。唐突にバッジを失う。バッジが3個に減ってた。しかも財布まですっからかんに。通常だとここでリセット確定ですが、今回は脱出を試みてみます。使う道具はみんな大好き仲良しバッジ。バイナリエディタ導入済みの完全版です。バイナリエディタを有効活用して脱出してみましょう。今回のターゲットはメモリアドレス D70F です。中身を80にしてみましょう。は？いつの間にかサファリゲームをしていたらしい。メモリアドレス D70F はサファリゲームのフラグなので、ここをいじるとアナウンスによる強制呼び出しが入ります。たとえ世界のどこにいようとも、歩数が切れた客を必ず見つけ出し連れ帰る最強の係員。助かりました。助かってない。赤竹式ではない場所から強制的に連れ戻された影響で、外の世界の準備ができておらずまた謎空間に。割と歩ける程度の自由度がある謎空間。なお、草むらはありますがポケモンは出てきません。散策中。横向きの段差を降りてみる。あ、積んだ。こういう容赦ない積み配置もバグ空間あるあるですね。なんとか脱出するために、今回はバッジの再入手をしてみましょう。バイナリエディタの力があれば、ポケモンリーグ公認ジムバッジの偽造も簡単です。一応今のバッジ状況を確認。3個だけの状態。では、仲良しバッジでデータを書き換えましょう。D2D5 はどこだ？ありました。今現在は23が書き込まれてますね。これを FF に書き換えてしまいましょう。はい、完了。無事、失ったバッジを取り戻しました。ということで、満を持して空を飛ぶ発動。バグ空間からおさらばです。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。